言われた通りに。さて、やるとするか。こんな戦いをして何になるの？何の意味があるの？戦うことの意味か。私が蛇女でお前が半蔵、意味はそれだけで十分だろ。たったそれだけのことで命のやり取りをするっていうの？ああ、それだけのことさ。世界のあちこちで起こっている戦争だって大体理由はそんなものだろ。私にはわからないよ。分かり合う必要はない。さあ、おしゃべりはここまで。お前の忍びを見せてもらうよ。もう、オムラちゃんの分からず。いよいよ本番だ。ホムラちゃん、約束して。私が勝ったらもう半蔵学院から手を引いて。お前が勝ったらか。いいだろう、約束してやる。もっともそんなことは 100% ありえないがな。ホムラちゃんともう一度戦う時のために修行したんだ。勝つ、絶対に勝ってみせる。順次よ、いざ尋常に舞い切れ。逃がさないよ。
こいつで決める。私を楽しませろ。まだまだ覚悟はできたか。これでやったね。絶対に許さない。バザーリン。行きます。忍び天地。まさか私が。キャッチャー。よし、大したことなかったね。私勝ったの？少しは強くなったみたいだな。え、ダメージを与えてない。お前はその力を何に使うつもりだ。忍びの力は大切なものを守るために使う力だよ。ならば聞く。大切なものを守るためならお前は人を殺せるのか。私を殺さなければこの戦いは永遠に続く。お前の大切な仲間や学校はずっと私に狙われ続けるぞ。それが嫌なら私を殺すことだ。そんなことできない。だったらいずれお前は私に殺される運命だ。さて、話はこれまでだ。十分時間は稼いだからな。時間を稼いだ？まさか！